パチスロ裏物列伝コンチネンタル編。日本中がバブル景気に沸き立っていた1990年秋、その後のパチスロ業界の流れを決定づけることになるセンセーショナルなマシンがデビューしました。その名はコンチネンタル。最大の特徴は表面上のボーナス比率が2対2で、バーバーセブンでもビッグボーナスという点。当時としては斬新でした。第一報を伝える当時の記事には、ビッグボーナス中心のゲーム性、レンチャンはかなり期待できるぞといったキャッチが踊っていましたが、実際にホールで見せた挙動は期待と想像をはるかに上回るものでした。なんとビッグばかりが一桁ゲームも含めた非常に速いゲームで、まさしく怒涛のごとき勢いでレンチャンしたのです。それまでにもレンチャン機と呼ばれるマシンはいくつかありました。しかしそれらは基本的にビッグとレギュラーが混じり合ったもの。コンチのようにビッグばかりが、しかも速いゲーム数で立て続けにレンチャンする例はありませんでした。デビューするや否や、前代未聞の激しいレンチャン性を見せたコンチ。当然のことながら瞬く間に話題と人気を集め、設置店には連日レンチャン目当ての客が大勢押し寄せ、大盛況となりました。一方で攻略情報誌の中では、こんな激しいレンチャン、ノーマルのプログラムで起こり得るのかといった疑惑論も噴出。レンチャンを生み出す原因を探ろうと躍起になります。そして衝撃的なデビューから半年ほどが経った頃、意外なことからコンチのレンチャンの謎が解き明かされます。それは攻略法。3枚掛けの状態でレバーを叩いた直後にコインを追加投入し、タイミングがうまく合って飲み込まれれば 100% ビッグが成立。そんなにわかには信じがたい攻略法が発覚したのですが、その原因を探っている過程でくしくもレンチャンの謎が解明されたのです。怒涛のごときビッグのレンチャンを引き起こしていた張本人。それはコインセレクタの中に仕組まれた CS90 というパーツ。この中には小さな基板が隠されていて、その中でレンチャンを抽選、めでたく当選した場合はメイン基板に信号を送りレンチャンを発生させるという仕組みです。攻略法の対策としてコインセレクタが交換されたことで、コンチはレンチャン性を失ってしまいます。コンチの最大の魅力はレンチャン。レンチャンしなくなったコンチの島はすっかり閑古鳥となってしまいました。また CS90 というパーツが取り付けられていたことが、歩通橋の型式試験の際とは違う状態であるとして問題視され、コンチは別の意味で注目を集めます。本来なら行政も動いて摘発騒動に発展してもおかしくない事案。しかし大ごとに至ることなく、いつの間にか騒動は収束します。そしてすっかりほとぼりが冷めた頃、再びコンチはレンチャン性を取り戻し、人気も復活。このレンチャンが復活したコンチには、もちろん CS90 は搭載されていません。ではどうやってレンチャンを生み出していたのでしょうか。様々な方法があったようですが、主流だったのはやはり注射。ラムに書き込まれた裏プログラムで連チャンさせていたのです。注射バージョンの中には投入枚数に応じて連チャンゾーンが短縮していくタイプのものもあり、ビッグ中に2枚掛けをすることで連チャンゾーンの短縮を遅くして連チャンを一発でも多く取るといった小ネタが通用したようです。さて、発覚当初は特に音がめのなかったコンチですが、最終的には検定取り消しという重い処分が下されます。同時にデビューした兄弟機コンチネンタル3も、当初のものは CS90 が搭載されていて、バッキバキにビッグが連チャンしていました。しかしこちらの方はなぜか音がめはなし、ノーマルに戻った後も集中薬セブンラッシュによる高いギャンブル性で長きにわたり人気を博しました。ともかくこのコンチネンタルの登場により、ライバルのマシンはこぞって打倒コンチをスローガンに掲げ、次々と裏物化、そして未曾有の爆裂レンチャン機戦争へと突入していくのです。パチスロ裏物列伝コンチネンタル編、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。